どうもどうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、他所属…所属じゃない所属リーグがタイタン2になりました。来ました。報酬1724万と、いやー来ましたね来ましたね。今何位ですかね、タイタンでプレイヤーランキングローカルで見てみますか。バーって見ていって、こうですね、今643位ですね。そしてまあそのランカーさんが4623ということで、あと223上がれば、ただればですよ、こんなこの200が超大変なんでございます。なので私もですね、どんどん、お、上の方に、上にロジドネの方いますね。頑張っていきたいと思います。いやーね、どんな感じか見てみますか。攻撃ログはですね、まあこんな感じで、まあ最後は外出しで決まりましたね。まあこんな感じでミスらないんですよ、まず。まあ、ここも21来てますけれども、もうミスらないんです。この21はですね、全然もう出ません。まあ、4時間検索して、これ20、星2で21なので、まあ4時間ぐらい検索して、まあ32かな、この場合は。が出た、31かな、出たんですね。で、ここ一番下23出てますけども、ここもですね、5時間近く検索しましたね、確か。で、やっとオートロが出て、そのオートロが出るまでに5時間、4時間かかるわけですよ、3時間。まあ、運がいいと1時間とかでも来るんですけども、まあ、このように中トロ、11ぐらいの中トロは、まあ、そうですね、1時間ぐらい回せば出るかなと思います。で、これミスれないんですよ、絶対に。ちょっと見ますか、別にこれ。あの、皆さんにこう、こういう、まあ、かっこよく攻めようとか全然思ってないので、結構もうミスとかもあるんですけども、私そうですね、これちょっと、うん、そうなんですよ。そうですね。まず、ここ行こうかな、行く前か行かないか行く前か迷ったんですよね。で、ここで穴開け失敗するんですよ。で、ウォールブレイカー、ターゲットずらしちゃったりして。で、ここでですね、ジャンプの呪文を打てばいいのにもかかわらず、ここでもう、何でしたっけ、ゴーレムも投入しちゃ、あ、ウォールブレイカーで今釣ってますね。釣ってますね。釣って、やっぱラバハンドは釣った方がいいんですよ。もう釣っちゃった方が楽です。やっぱ中心部で、ものすごい火力の、が来てるのにもかかわらず、やっぱり、ラブハウンドをですね、アーチャークイーンが拘束されてしまうじゃないですか、ウィザード数体が。そこでインフェルノタワーとかで焼かれてしまうので、できるだけ、釣った方が成功率はやっぱ上がりますね。はい。そして、ジャンプの呪文ちょっと送りましたけれども、まあ、ジャンプの呪文でペッカーがですね、一体それましたけども、まあ、このペッカー逸れたのも、まあ、別にいいんですよ。パーセントを稼ぐので、はい。そして、フリーズで、ひたすらシングルインフェルノにかけていくんですね。最初はアーチャークイーンとシングルインフェルノを巻き込みました。やっぱね、まあ、このインフェルノ、マルチインフェルノは、そこまで考慮しなくてもいいのかなとは思いますね。はい。そして、まあ、こんな感じでやっていくという形で、もうね、星2をどれだけ安定して取るか。要するに、星1でもいいんです。もう極論言っちゃうと。要するにミスらなければ、タイタンリーグ行けます。ターンホール10の方であれば。そうですね。ターンホール10、そうですね。まあ、そのターンホール10の方であれば行けます。ターンホール9でやっぱタイタンとかになると、まあ、厳しい面もあるかなとは思うんですけれども。ぜひとも皆さん、私もタイタンリーグ2に行きましたので、次回、何とね。次は、タイタンリーグ1、4700か。言ってありますよ。限界に挑戦したいと思います。ということで、今後とも皆さん、私のですね、タイタンリーグトロ上げ、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。